花も実もあるエドロポリスは800野鳥、闇にうごめく悪を斬る明るい正義の守り神、その名も秘密忍者隊。アニャンキーだ、俺たちだ。てやんでい、てやんでい、これがニャンキーでい。ここは天下のエドロポリス。寄ってらっしゃい、寄ってらっしゃい、安いよ安いよ。数多くのアニマロイドが幸せに暮らすパラダイスであった。だがそんなエドロポリスを襲う黒い影が。やれ、メカ竜、破壊しまくるのだ。その名はカラカラ一族。老中コーンの神が裏で操る悪の軍団である。いいわいいわ、江戸前午後、もっと派手にやっておしまい。しかし影のあるところ必ず光あり、このカラクラ一族に完全と立ち向かう正義の戦士たちがいた。いい待ち。これでエドロポリスは我らのものだ。誰だ。古来より悪の栄えた試しなし、教えてやろう正義の心で。この世にはびこる悪の影、撃ってくれよこの顔で。たとえいかなる闇だとて払ってみせましょう、この愛で。我ら正義と勝利の使徒、秘密忍者隊ヤンキー。おのれ、我らカラカラ一族の邪魔をする者は許さん。者どもかかれ。強い、すごい、かっこいい。今度はヤンキーたちのすべての秘密をみんなに教えちゃおう。彼らヤンキーたちは普段はピザの店ピザキャットで働いているのだ。彼女がヤンキーの子を一転プルルンだ。ただいまイロハセットがおすすめです。ドリンクは梅リンゴジュースと、わかめサラダとポテトの LL もですね。はいはい、どうだ。うわ、ありがとうございます。どうも。お次の方は何にいたしましょうか。お客様、ミルクセットで369円になります。おかごを前の方へどうぞ。大仏セットをお願いします。そして我らが主人公ヤッタロウの出番ですよ。おたま、出前行ってくぜ。あー、いったい。もうヤッタロウさんったら、道草はダメだかんね。バシッと10分で届けるのよヤッタロウ。でやんで。毎度ありがとうございます。ピザキャットです。はい、霜降りピザの L サイズ、特急便ですね。はい、特急便は3分でお届けします。ありがとうございます。しかしさん、特急便です。越後屋女子寮のおゆきちゃんとか。そして自称色男のスカシー。また可愛い子を悩ませてしまうのか。おゆきちゃんって管理人のおばあちゃんでしょ、シワシワの。はあ、早く悩ませていらっしゃい。プルル、このエコ君に譲ろう。やったろうと。スカシーは喧嘩ばかりしてる。この日もまあ早いこと。どうもありがとう。おみっちゃんのためならたとえ火の中サビの中。はい、これご注文のネギタラピザ。ありがとう。はい、お嬢さん、お待たせしました。そしてこれは僕からのプレゼント。あなたのために飛んでまいりました。
さあ、あなたへの愛を込めて作ったオリジナルピザをどうぞ。はい。ああ、僕は今ピザに嫉妬しています。あなたに食べられるなんて、なんて幸せな。買われるもんなら僕が食べられたい。しかし、てめえいつまで人の上に乗っかってんだよ。おや、やったろいたの。背が低すぎて見えなかったよ。ふざけ、こっちとらおめえの踏み台じゃねえや。だけー、いやしかし、よくもおいらを足毛にしてくれたな。怒るな怒るな、やったろ。私は何をしても許されるのだぞ。なんで？ Because それは私が究極の色男だからだ。これでも食らえ。てな具合、こんなニャンキーたちをピザキャットにいて、いつも手助けしてくれるのが可愛いおたまちゃんだ。メカイド城に御用達便よろしく。もっとも少しドジなのがたまに傷。あ、いけない、また角度間違えちゃった。だもんな。こちらはニャンキーに指令を下す大目付のワンコーの神。特急便熱々のピザです。お待ちどうさまでした親方。バカ者、ここでは大目付様と呼ぶのだ。へい、大目付様。幸運の神が動き出すようだ。幸運の神が。とっても渋く真面目なおじさんなのだ。さて、こちらはそんな大目付のワンコーの神も手を焼くおでんばお姫様、うさ姫。お待ちください。そしてこれがエドロポリスで一番偉い将軍、徳川家家。父上、ワンコの神が姫をいじめるのじゃ。助けてくれ。あれ、姫様、上様があれでは家臣一同心細い限り、何卒しっかりお勉強をば。姫はとってもとっても退屈なのじゃ。何かこうワクワクドキドキするようなことはないのかや。このウサ姫には一つ困った癖がある。それは、もういや、姫は勉強などもう嫌じゃ。誰か気晴らしに面白い話をしてくれあれ。面白かったら褒美を取らすぞ。姫、昨日私道で1000円拾いました。それで？それだけです。こやつを島流しにせー。すぐに人を島流しにしてしまうのだ。うさ姫様が全国的アイドルとすると、町内のアイドルでやったろうたちのマドンナがおみっちゃん。いやー、偶然だにゃこんなところで会うなんて、やっぱりオイラたち運命の赤い糸で結ばれてたんだね。ちょ、あ、ほらほら、これこれなんてにゃうえやったろうさん。ひどいおみちゃん。おみつかまっちゃん。そのおみつには興奮するとついミサイルを発射してしまうかわいい癖があるのだ。おみつ感激。おみつかではヤンキーたちの敵、カラカラ一族について見ていこう。まずはカラカラ一族の行動隊長、カラマル。せいぜい太平の夢を貪っているがいい、愚かな民衆どもよ。やがて我が足元にひれ伏すその時まで。
俺の名はカラマル。来やがったな。お前の命もここまでだ。こっちは私に任せて。やや、やったろうとカラマル、二人は宿命のライバルなのだ。手が弱いぞ。このカラマルの配下にはたくさんのカラス忍者がいる。江戸ポリッコだってね、寿司食いねえってか。やらねえ。カラス忍者たちってなんとなく憎めない奴らだよね。なんで言ってみろ。わあ、この野郎。そしてお待たせいたしました。影の主人公、悪の張本人、老中狐塚コーンの神と、カラカラ一族の王様、源成祭壇。江戸前五号ね。あ、江戸前五号でございます。この私が三日三晩寝ないで、お肌が荒れるのも我慢して考えたあの計画。お寿司の呪い計画。そうよ、何としても成功させるのよ。そして庶民の不安を煽って、将軍に対する不満を募らせ、幕府を倒す。そして幸運の神様が全国を制覇。またあいつらが出てまいります。絡まるような、あのニャンキーとかいうやつら、思いのほか手強い相手と思われます。そうね、やつら目の上のタンコブよね。でも出てきたらやっつけるまでよ。いいわね、カラマル。このコーンの神、実はかなりの変態であった。ここよ、ここよ、ピザ屋さん。にゃ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 。ピザ屋だす。ご苦労さん。こいつがコーンの神。これがヤッタロウのファーストキスだった。おい、カラカラ一族はヤンキーに対して毎回毎回メカを送り込んできた。そしてこれが一番最初に登場したメカ、タツアシ1号2号である。タツアシ1号2号やってしまえ。続いてロボスコップ6号9号で74号、略して6でなし。そして鶴8号。かかれ。さらにありがたや1号。へっ、そんなインチキ感の怖くねえや。ヒーローのにお前の恐ろしさを思い知らせてやれ。ブルル、しかし残るはあと一人だよね。お次はおめでとう3号、ございます7号。おめでとうございます。もう一つおまけに、ふんころがし3号。出たな、妖怪。なんだ。コロコロコロ、ふんころ。見たな。出
け。こいつ、顔にリアーズ手ごわいぜ。まさかあれは。ああ、クソくらい。本田、パラカラ一族と戦うため、ヤッタロウたちは秘密忍者隊ヤンキーに変身して、今日も出動するのだ。同じことするのも疲れるわね。おのれおのれおのれ、カラス忍者どもやってしまえ。あ、ともかくニャンキーたちは強い。ニャンキーにポン猫まねき、おいでおいでおいでさ、おいでおいでのおいでさ。にゃーん、こっちは全部片付いたわよ。ヤンキー忍法猫だます、それグッグルグル。アホアホだと。アホだ。ほらほら、相手はそれ、お前たちの隣にいるぞ。ああ怖い、こんな恐ろしい忍法を使える自分の才能が怖い。そして、これがとどめの必殺技だ。その罪、許せ。説明しよう。ヤッタロウの正義の怒りが限界値を超えたとき、妖刀マサマサの封印は解け、恐るべき力が解放されるのだ。覚えてろ、変化無敵の大勝利。悔しい悔しい悔しい。ちょっと、ここの神様、どうかお気を沈められて。どげんなりさい。こうして毎回毎回ヤンキーの活躍によりエドロポリスの平和は守られている。だがこの世にはびこる悪の種が尽きることはない。頑張れ秘密忍者隊ニャンキー、戦え僕らのヤッタロウ。お父ちゃんが帰ってこない？あの天才科学者の？暑くなったり寒くなったりのこのエドロポリスの異常気象、こいつは関係あると見た。どうやら裏でカラカラ一族の奴らが糸引いてるね。次回キャット人伝テアンデー、いじめられっ子のパパは天才科学者。テアンデー。